1月1日、新年最初のガチャで、黒キャスリーを、はじめとした、限定キャラが多数出る。嬉しさを通り越して、逆に今後の運勢に不安を、覚える。1月2日、お年玉襲来、ことよろにゃ、新年明けましたなど、お正月関連のイベントを、クリア。イベントキャラ、にゃんこ星人は2ステージ目で、早々にゲット。見慣れないステージをクリアしたところ、本能玉というアイテムを、ゲット。にゃんこに本能システムがあることをこの時理解する。強国ゲリラ経験値、なるものに挑戦。難易度星10であり、いつもだったら無視するところだが、勝手って元に、黒い敵に強いキャラ、が、揃ってることもあり挑戦。初めて見る黒イノシシに、一方的に殴られ敗北。しかし、そんなことで諦めきれるわけはなく、リーダーシップを使って再挑戦。結果、リーダーシップを5個ほど捨てることになる。大狂乱猫に挑戦。まだまだ勝てそうにないなと自戒する。1月3日、宇宙編のお宝を集める。金銀銅合わせて10個ほど、増えたので、宇宙編一生、ビッグバンに挑戦。4回ほど挑戦するものの、惜しさのかけらもなく敗北。一番減らした時で、神様の残り体力は、98%、で、絶望する。1月4日、正月イベント、ことよろにゃ最終ステージレベル10、若干苦戦するも、なんとかクリア。1月5日、百獣の薫くんに、即、負ける。チビタンク猫進化ステージに、即、負ける。いいところなく、この日は来てね。1月6日、宇宙編一生最終ステージ、ビッグバンにリベンジ。5回挑戦して、最後の結果が、残り体力 93%。半泣きになりつつも、前回から 5% も良くなった、と、前向きに捉えることにする。1月7日、最近ゲットした猫ホッピングを、レベル30に上げる。猫ホッピングを、強いと噂の猫キョンシーに、進化させようとするが、紫のマタタビの種が、1個だけ不足。どうしても欲しかったので、数少ない猫ビタンを使って、マタタビステージに挑戦。種は出ないで、マタタビの方が出る。何かの間違いで、進化できたりしないか試すが、やっぱりできない。そりゃそうだ。1月8日、ジャイアントクロゾウ、というステージに挑戦。巨大な像の、迫力の前に、敗退。残り 64% だったので、頑張ればいけたかもしれない。いや、いけた。週末の連戦上、激ムズが楽勝になってきたので、極ムズに初挑戦。最初の1の修練は、なんとかクリアするも、2の修練の、ゾンビクマにやられる。激ムズにしとけばよかったと、後悔。スクラッチの結果3等。多分これ、1等は入っていないと、心の中で抗議する。いつの間にか手に入れていたマタタビで、猫ラーメンと、猫キョンシーに進化。ラーメンもキョンシーも強いらしいので、とりあえず編成して使ってみるも、ブラックマが出てきてしまい敗北。苦戦していたラストギャングを、ニャーコック船長を使ってようやくクリア。おかげで一気に、レジェンドステージが進む。1月9日、週末の連戦上、今日はいけそうな気がしたので、再度極ムズに挑戦。2の修練が、私が得意な黒い敵の、ステージだったこともあり、クリア。だが3の修練で即負け。やはりそんなに甘くはなかった。1月10日、宇宙編一生、ビッグバンに再々挑戦、残り 92% で、敗北。前回の 93% よりも、1%、約。レジェンドクエストなるものに、挑戦。レジェンドステージで獲得した、王冠の数だけ挑戦できるらしく。斬新なシステムだと驚く。レベル14をクリアしたところで、王冠が復活しないことに、気づき、ショックを受ける。1月11から14日、引き続きレジェンドステージを、進める。ほぼ負けなしで進めるも、怒りと闘争心というステージで、クロゾウ4体に負ける。1月15日、怒りと闘争心に、リベンジするも敗北。1月16日、怒りと闘争心に再リベンジ。カサジゾウの第3形態が、効果的だったらしく、楽にクリア。これを機に、カサジゾウは第3形態で、使うようになる。1月17から28日、白ドライベントをやる日が続く。特にドラゴンライダーの第3形態が、何回やってもドロップせず、挑戦20回を超えたあたりで、諦めようとするが、安西先生の顔がちらつき、もう少し頑張る。結局42回やっても、ドロップせず、スマホをぶん投げる。1月29日、大狂乱バトル、最強戦士に挑むも、負ける。7回ほど負けた時点で、どうやらこいつは、めちゃくちゃ強いと気づく。1月30日、ついに大狂乱猫に勝利、おめでとうありがとう。調子に乗って、大狂乱肝猫に挑戦するも、即敗北。コメントでアドバイスをもらっていたのに、申し訳ない、と一人でつぶやく。1月31日、起源の祠の、ゾンビステージ。他の、黒やら戦士の祠と同じだろう、と思いきや、全く歯が立たず敗退。自分が、
ゾンビステージが苦手なことを理解する。っていう思いでいっぱいのこのカレンダー。いる？いらん。というわけで今回、2022年1月の出来事を振り返りました。共感いただけるところあれば嬉しいです。高評価、チャンネル登録もお願いします。またね。